西川一郎の西行き、オス、オラスの西川一郎、あかん、あかんということで、今回はですね、とある方の、芸能生活20周年のイベントにゲストで呼ばれまして、今その楽屋にいるんですけれども、その模様をリポートしていこうと思います。で、今回芸能生活祝20周年を迎えられるという主役の方ですね。どうもお久しぶりです。お久しぶりです、西小一郎さゆき準レギュラーの、富田翔さんです。富田です。どうですか20周年。そうですね、今ちょっと衣装を選んでるんで。なんで青なんですか？あ、昔ちょっとゆかりがあって。あ、青に。はい。へえ、そうなんだ。そうなんですよ。今シャツ選んでるんですか？白の方がいいな。白の方がいいですよね。あ、白の方が全然いいんじゃない、ね、なんかあの翔くんの王子様キャラっていう感じが存分に、ね、王子様が…すいません、18年前ぐらいのやつなんで。それはじゃあ翔くん本番よろしくお願いします。よろしくお願いします。また後ほど。はい、こんな感じでちょこちょこと撮っていきたいと思います。はい、今あの楽屋の外に来たんですけれども、あれあれ阿部さんじゃないですか。ああ、いや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 、今日これ何チューブ、すごい大胸筋歩いてきた。あ、やってるね、やってるね。何やってるんですか2人で。はい、今日はあの翔くんの芸歴20周年、20歳のバースデー。違います。え、いや、やってるね。やってないやってない。止まなから体鍛えすぎてなさやってない、やってない、やってない。あの、なんか最近面白い YouTube を見つけて、はいはい、アバレンジャーダイエットって、なんか略してアバレダイエット俺らがやってるやつじゃないか。そう、あれをやってた。そうなんですか。すげえな。何その体。何目指してんねん。いや、だってさ、いろんなことが起こるかもしれないでしょ、このご時世、ね、いつでもオレンジはなれるように腹筋6Lに。すげえな。ちょっと待って、ここ見せないで、ここ見せないで。すげえな。はい、いや、まあ、ということでね、あの今日は翔くんの芸歴が20周年のイベントで、おめでとうございます。はい、私たちゲストに来てるんですけれども ね、 ね、でも、はい、実際はあれでしょ、光一郎のイベントみたいな感じになっちゃうでしょ。なんで翔くんのイベントだけど、今日だけアバレンジャーショーでしょ。そうなの。懐かしのね。で、いいんじゃないのかな。まあちょっと本番までね、よろしくお願いしますよ。はい、あの久しぶりのね、あのアバレンジャーのスリーショットということで、主役の翔くんを盛り上げていこうと思います。本番に弱いタイプだから。いやいや、めちゃくちゃやるでしょうよ。いやいやいや、 YouTube で分かってんだから、こっちは。光一郎、白髪、ひげも白髪生えた。いや、白髪ばっかりだ、俺もう。もうみんな、でも俺も、俺も、俺も。本当だ、あ、染めてる。絶対この人染めてるよ。横抗ってる。横白髪生えちゃうから、青にしました。ゆきとさん、あれだね。そうです、青にしてるんです。思わず、はい、ゆきとさんのコスプレの人でした。はい、ありがとうございます。はい、今からなんかね、お前意識な。いいよ、意識ってくれる。はい、今からですね、今回翔くんの20周年記念イベントのと、なんだっけ、何やんだっけ、リハーサル。そう、うん、なんか本当は俺たちね、ぶつけ本番タイプなんですけど、そう、なんかリハとかちょっとやるとさ、うん、なんか決まり事みたいな、ね、そうそう、変に力入っちゃうからね。でも一応なんかやってくれみたいに頼まれて。はい、じゃあ行ってみましょう。行ってみましょうか。はい、行きましょう。じゃあ行きます。で、ちなみに今回今カメラ撮ってくれてるのは阿部くんの奥さんが撮ってくれてます。おはようございます。お願いします。いやー、阿部じゃない、仕方がした、仕方がした。おはようございます。この西小一郎の YouTube チャンネルです。一応お前覚えてくれへんけど、西小一郎の最有機っていうチャンネルは何です。最有機チャンネルです。なんか携帯の音が鳴ってます。あー、なんかすごいアバレンジャーショー思い出す。ここは、はい、ここがもう劇場になってますね。そうですね、見てください、広いですね。はい、じゃあ行きましょう。あれ、あ、デカグリーンじゃないですか、レンちゃん。で、今回何やるんですか。 MC です。陽介 MC みたいです。そうです、よろしく。はい、じゃあ今からバータリーらしいんで。あ、まあ、で、翔くんのイベントすごいんですよ、はい、ちゃんとこんなしっかりして、あの技術さんとかもしっかりいらっしゃる。マイク1本1人これ持って帰っていいのかな。本気ですか。抽選でプレゼント。うん、これどうぞ。じゃあ今真面目にやってるところなんですね。あみんな一気にやったらわからんなくなる。仕事か。翔くんはちょっぴりついてる。そう、なんか緊張してるんですよ。忙しいですよ今日。緊張してる、緊張。早速ご本人に登場していただきましょう。正解発表をお答えください。登場しよう。2人で登場します。はい、これからいろいろありました。
さて、それではゲストのお二人に登場いただきましょう。盛大な拍手の方にください。西小一郎さん、阿部川さんです。いやー、こうやってイベントで作ってるんですね。翔くんがメインでやってるんでね、なかなか20周年という芸歴が見えます。はい、これ阿部くんリハーサルしたから本当に本番はそのリハーサルと同じことしなきゃいけないっていうのだって俺らそうやって座ってきたんですよ。プロ、急にプロ登場。いやだから今全く一緒のことや、今ぐらいの感じで。もちろんもちろん任せて。大丈夫大丈夫、それはできるよ。はい、ね、なので今から本番までちょっと楽屋の方に閉じ込められていきます。こちらなんですけれども、あ、はい、大丈夫ですか、意気込みは。どうですか意気込みは。俺らもう楽屋戻っちゃうけど大丈夫。あ、もう俺たちいないとちょっと不安でしょ。そうですね、ちょっとすいません、歌のリハ。あ、そうなの、ごめんなさい。歌歌うんです今回。コーラスやる。だよ、陽介うまいね。ね、ということでもう会場みたいなんで行きますか。翔くん出てくる前に行っちゃいましょう。あ、来た来た来た、ミュージックステーションみたいな感じ。楽屋にこれ見てくださいよ、翔くんの服。翔のイベントのためだけの衣装よ。何パターンだよ、ね、靴もすごいですね。これでほらもうどんな 板の上でもこう滑らない。板の上でも滑らない。どこ歩くのっていうような装具ですね。ただよ、厚底。じゃあちょっと紹介一つ。あ、セッタとかもあるね。セッタもあるね。なんか花火大会行くのかなこれね。すごい。あ、おしゃれだねこれ。ちょっとデニムのダメージ系の、うん、ちょっと羽織らせてもらったら。あ、いいですかねこれ。ね、買ってみ、ちょっと羽織って。こんなのあんだね、おしゃれ。どう？お、いいじゃん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 。あ、いいのこれでいいの？これ今日。あ、こういうのはねもう将軍っぽいよね。将軍っぽいね。サスペンダーねこれね。あ、すごいわ。あひゃー、これどう、これなんか高一郎もこれ着れそうな感じの。そう、ちょっとじゃあ着させてもらおうかな。ちょっと着てみてこれ。おしゃれ、すごいな。まさかこんな風に遊ばれてるとは翔も思わねえだろうな。まあ、ほらこんなおべべ着せてもらったことない。あーね、ちょっとおべべ着させてもらおう。なんか違和感ねえな。あれ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 、それさ、ちょっと待って、それ高一郎の衣装じゃね。何でしょ。全然違和感ないんだけど。ちょっと鏡でちょっと。なんか普通に似合ってんだけど。あ、なんかもう魔法使いみたいな作風で言ったら、なんかマジレンジャーで出てきそうな感じ。じゃこれはちょっとそれキープ。キープだよ。キープキープ。翔くん当日あれジャケットないよ、どうしよう。ちょっとね、あとはすごいな。これも宇宙だよ。宇宙だね。あー、なんか高一郎いけるわ。今後ちょっとこれもいいんじゃない。いいんじゃない。そうです。あ、いいね。逆に輪で崩す感じ。なんか下北沢歩いてそう。お前何やねんってやつね。何やですか。完全に。そうかそうか、すごいよ翔くんは。ほんといいおべべ用意してもうて。ねえ、何これ、何それ。ちょっと着るでしょこれ。あー、いいね。どうやって着るんが正解なのかもう分からんね、今の服って。これ正解なこれ。逆に翔くんはさ、うん、いやこれだなみたいな感じで選んでるわけでしょ。やっぱ翔くんのセンスってすげえわ。独自だよね。うん、すげえ。やっぱおしゃれだから。あ、かっこいいじゃん、似合ってんじゃん。下も、下も、うん、いっちゃう。ちょっとこっからモザイク。いや大丈夫、俺がこれモザイク入れちゃう。ちょっと難しくない。はい、今バグルチェンジですよ。大丈夫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 。見えるって絶対見える。上半しか映してない。上半しか映してないから大丈夫。大丈夫。あー、参ったな。え、ちょっと足りてない。足りてないな。あ、でもかっこいいかっこいい。これを着こなすの翔くんは。わー、どうやろうな。まあ、着こなすんやろな。すげえな。じゃあ、まあ、次の本番か。次は、うん、本番まで。じゃあ本番まで。はい、どんな衣装着て僕らこれ出る。楽しみに。何ちゅう服着てる。どうもこんにちは、暴れブラックです。うん、大丈夫。じゃあ今から翔くんのイベント行きますか。お願いします。歌ってるよ。めっちゃ音入れちゃうね。なんか聞こえてくるんだけど。これは何だっけ。赤じゃない風が頬なんて。
愛が今日も鍵を持ってきたよ。新しい何かを求め人だけを抱き分けないで今さよ。日立つ夜の中に暗闇が降って歌ってる？光ってる？光ってる？ちょっと俺も見てみる。スターだね。陽介は普通にミュージシャンやな。もうちょっとかっこいいわ。あの人デカレンジャーなんですか？デカレンジャーですよ、あの人。デカレンジャー、デカグリーンとアブレブルーが歌ってるんですよ。すごいユニット。最初の頃から欠かせない存在の方々と同じステージで届けられるということで非常に僕自身も楽しみにしておりますし、すげえ、めちゃくちゃリハからちゃんとマンパワーでやってくれました。マンパワーでしたね。彼らは心してください皆様、初めて生で見る方多いと思いますけども、確かに心してください。早速呼びましょう。呼びましょう。さて、これではゲストのお二人に登場していただきましょう。盛大な拍手でお迎えください。石光一郎さん、阿部薫さんです。本物っすかこの人。全然違うんですよ。あれあれ、お前なんかイベント間違ってない？あれ今日は本気、本気がすぎるって。いや、なんか暴れん場所やるって言ってる。大丈夫なんすか？すごい忘れてますよ。いやー、お久しぶりです。お久しぶりです。どうも翔くん、芸能生活20周年おめでとうございます。おめでとうございます。今回あれの20歳の誕生日。え、20歳の誕生日。ボケが弱い。おめでとうございます。ありがとうございます。では最初のコーナーに早速行ってみましょう。最初のコーナーはこちらです。アバルトこちらのコーナーですね。文字通り3人で当時の思い出を存分に話していただくコーナーでございます。はい、ですって、まあ、結局アバレンジャーの話するだけのコーナーでございますけど、もう一番最初に仲良くなったのカオルで、オーディションの時になんか変わった人いるなと思って、いやいやいや、まあ、絶対に受かんねえだろうなと思ってた。俺なんかもう人覚えてないよカオルのオーディション。俺はね、オーディションも覚えてないんだよ ね。金髪でさ、あ、金髪はその後か。でも2人は俺は覚えてるで、ショーはなんか途中で仲良くなってっていうか話してね、オーディション中に仲良くなったもんね。そうでもよかったね、2人受かってそれでね。本当だね。で、でもすごくない？だって当時はまだ結構なんか段階の結構残ってた段階で、うん、なんかカオルとカオルのマネージャーさんと俺となんか当時のマネージャーさんとなんか一緒になって電車が、でも高い頑張りましょうねみたいなので、次の最終の方行ったらまたいるから、わっ、受かっ
ますね、残ってますねみたいな、そう、じゃあ最初も頑張りましょうって、なんかレッドは一人ちょっと尖ってる人だったから、おお、なんかあんまり人とコミュニケーション取れなかっただけなの、だから、ね、そうだ、大変だったもんね、結構ヒーローショーとかもね、大変よ、ね、だってヒーローショーってどういうものか分かんないから、はい、懐かしいですけども、あの質問ボックスとか用意されてるんで、そうですね、ちょっとちょっと行ってみようかな、はい、お願いします、あ、じゃあすいません、質問いいですか、はい、はい、翔くんの実家に、こうちゃんが泊まりに行った際、メンズノンノの切り抜きが壁に貼ってあったという暴露をされていましたが、はいはい、本当に、安倍さんがお泊まりしていた時は何かありましたか、だって、だから翔くんの実家に何かあったかって言われて、あ、なんかドラゴンボールずっと読んでたな、俺あんたね、なんか前巻あったのと、ああったね、それ割と男子ありがちなやつじゃん、なんか特別なやつが欲しいんだ、あ、そうですね、なんか寝た時の、ね、布団がちょっと薄かったお前引っかのお母さん謝れ、すごい、次々いきます、西さんと阿部さんへ、はい、翔くんの第一印象を教えてください、はい、僕の印象は堂本剛だなと思って、最初に陽介と会った時にね、そうそうそう、ね、シージャンセットアップ、あ、極戦で見たことある、ああ、はい、ああ、はいはい、本当に、うん、うわ、嘘ついたんだよ、翔くんはもう、あ、この子はレッドかなって思います、西君的にはどうですか、翔くんはなんかやっぱなんだろうな、ぐいぐい前向きに芸能活動をやってる方というか、うん、そうなんだろう、常に挑戦してるっていう感じの若者だったよね、あ、最後の、ありがとうございます、はい、はい、西さんが YouTube の生配信で暴れメンバーのことを家族みたいな存在と言っていました、はい、翔さんはラジオ配信で兄弟みたいな感じと言っていました、そうですね、で、阿部さんから見て暴れメンバーはどのような存在ですか、いや、もう腐れん、腐れん、なるほどね、じゃあ俺らより絆感が弱いってことだね、俺ちょっと待って、兄弟、家族、兄弟、うん、腐れん、腐れん、はい、というわけでたくさんの質問ありがとうございました、ありがとうございます、というわけで、どうぞお二人から、ね、一言ずつ言いたいなと思うんですけども、はい、じゃあ西君お願いします、ですね、とにかく、これからも翔くんの芸能生活を皆さん命がけで応援してください、僕も命がけで翔くんを応援します、今日はありがとうございました、というわけで、翔くんのね、素敵なイベント、来年もね、また来たよね、来年もイベントですというわけでね、翔くんこれからもいろいろ活動を広げていくと思いますので、僕もね、ずっと力を隠して貸しますので、たまに出るかもしれませんけど、はい、その時はよろしくお願いします、というわけで、翔くんの皆さん、応援よろしくお願いします、翔くんのお二人に何か一言で、いや、本当でもね、なんかこう、自分のこの20周年の芸能においてすごく大事な方たちがこう今日集まってくれて、まあ、陽介も含め、まあ、この昔を知ってる方ってなかなかね、もう今あんまりいなくなってきちゃって、まあ、後輩とかも多い中、こう、まあ、一応先輩の2人が同志というかお兄ちゃんたちがこうやって来てくれるってのはすごい嬉しかったです、はい、というわけでぜひありがとうございました、西小一郎さん、阿部薫さんでした、翔くんの芸能生活20周年のイベント終わりました、無事に終わったのか、あれはもう楽しかったですよね、はい、ということで、西小一郎さん、ゆき最後までのご視聴の方ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします、あと、Twitter、Instagram の方もやってますので、そちらのフォローの方もよろしくお願いいたします、はい、今回はね、特別にデカレンジャーの陽介にも出ていただきまして、伊藤です、はい、ありがとうございました、そうね、はい、会えて嬉しかった、はい、ということで皆さんも素敵な一日をお過ごしください、どうもさようなら、ありがとうございます、はい。